勃起さん。シーズン5。頭も懐も寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日は木曜日ということで1週間の折り返しでございます。ドドンということでいかがお過ごしでしょうか。昨日は私お休みいただきまして、すいませんね。今日から皆さんでいうところの月曜日の気分でまた、はい、ざまみろですで、お送りいたしますということで、今朝寒かったですね。だん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 寒なっております。やっぱ雨が降った次の日次の日っていうのはね、やっぱかなりやっぱり寒なりますよね。はい、まあ閉まれるねまではないんですけど、窓際の、温度計見ると19度。うん、今週はなんかちょっと気温が上がったり下がったりという感じみたいで、また夏日がとかってねちらっと、言われておりましたがもう25度ぐらい、までしか上がらんかなーっていう感じみたいですけどね。はい、ただまたちょっと振り回されますよ。はい、また体がねちょっとヒヤーって感じになると思いますんでなんじゃそりゃって感じですけどね。はい今日朝からなんかイライラしますね、喉がって感じですけど、はい、あー、やっぱちょっと涼しくなるとやっぱこう運動を始める方がいらっしゃいますね。はい、走っておりますね。はい、皆さんやっぱ運動されてますか。はい、やっぱ30代40代ちょっと健康意識せないかなっていう方がね結構いらっしゃる。まあ20代ぐらいはまだダリーって感じでしょうけど、30代40代になって意識高めの人はだん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 ちょっとね、ランニングしてみようかとかウォーキングしてみようかとか、まあきっかけはダイエットとかになってくるんでしょうけどね。健康診断で2018年まで私まだすごく数値的に健康的だったんですけど、多分ね2020年ぐらいから多分かなりどん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 悪くなっていったのかなとかと思うんですけどですね。さあ、もう数値がこうちょっとこうね、やばいよっていう基準にこう達してくる年頃なんかな、なんか寂しいね、はーいって感じなんですけど、じゃあこの10年ぐらいのね、その健康怠慢というか、はい、してたのを今から取り戻そうと思ったら、そんな1ヶ月2ヶ月であるわけにはないですよね。はい、ちょうど1ヶ月ぐらい今ちょっと禁酒、はあと食べ物とかお菓子とかああいうのはもう控えるっていうのをしてるんですけど、ちょうど来週の月曜日また病院に行って見てもらおうかと思うんですけど、まあここでちょっと数値がどんだけ変わるのかね、この1ヶ月の意識改革でどんだけ変わるのかっていうのをちょっと見てみて、あんま変わらなかったらもうちょっとやばいよなってやっぱ思うんですよね。あー、やっぱ糖尿病とかね、そういう風になってくれてたら薬が絶対必要みたいな感じだからですね。まあ30代40代の時そんな考えたことなかったですけどね。まあこれあんまり甘いの好きじゃないから糖尿病とか気にせんよとかってね、まあ言っておりましたですけど、がちょっとやばい数値になってくるってね。まあ年もあるのかな、やっぱ代謝が落ちてるのもあるのかなとかって思うんですけど、やっぱなんか日頃の食生活とか生活とかがやっぱ大事なんかなとかって思いますね。今朝NHK の方で脳の話をしてたんですね。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキポキさんのブラキ、はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、朝から喉がイガイガイッカーって感じでちょっと聞き取りにくかったら申し訳ないでございますっていうことなんですけど、朝 NHK の番組で橋本環奈のなんですか、朝ドラが終わった後に
花丸大吉さんの番組で脳について、はい、脳卒中やったかな、はい、脳、特集の、コーナーがあったんですけど、なんか脳卒中っていうのは脳出血、くも膜下出血、なんとか、はい、3つのこの病気のことの、総称のことを脳卒中って言うんですね。はい、知らなかったです。なんかね、いきなり来るらしいっすよ。はい、なんかこう普段生活してて、いきなりこうコップをバンと落としたりとか、あれってなんか重たいとかってね、はい、よく脳に障害が出るとね、なんかちょっと顔が変わったりとか、あの口がまめらなくなったりとか、はい、するみたいですよね。で、前兆はなくいきなり来ると、はい、で痛みとかそういうのは伴わないらしいです。だからいきなりこう電気回線がパーンとこう切られたような状態になるんですよね、体が。それでからもう機能しなくなるというようなね、はい、ちょっと恐ろしい病気では、ございますけど、かなりの、人がそういう状態になってるみたいですね。はい、ここら辺は、やっぱり仕事の環境だとかね、そういうので、全然やっぱ変わってくるみたいですけど、やっぱりね、ストレスが溜まってね、うん、やっぱ負担がかかるとやっぱそういうの陥りやすいですよ。はい、やっぱだからいつも自分思うんですけど、体が望むことをしてあげた方がいいよねってやっぱ本当思うんですよね。やっぱそれはある意味サインですからね。で、皆さんやっぱそれ我慢してやってます。まず一つ、眠いのを我慢するとかあるじゃないですか、あるはずなんですよ。だから本来やっぱ寝不足気味なんですよね、みんなね。はい、で、ご飯を食べる、甘いものを食べるとかっていうのはすごく自分は悪いことはないと思うんですけど、なんかが食べたい、まあ仮にちょっとチョコレートが食べたいとかっていうのを自分が思ったとするじゃないですか。で、普通やったらそこで、いやダメダメ、ダイエットしとるからとか、いや太るからダメダメとか言って我慢をすると思うんですけど、置き換えればいいんじゃないかなと思うんですよ。はい、なんかチョコレート食べたいなと思ったら、チョコレートに代わるなんかちょっとこう糖分を補給できるもの、はい、そういうのを食する、食べるというのがいいんじゃないかなと思うんですね。で、あ、ちょっと眠いなと言っても、仕事中はちょっと厳しいと思うんですけど、ちらっと聞いたんですけどね、自分もたまにするんですけど、ウィンクするんですよ。ウィンクした状態で片目つぶって、ちょっとこう作業してみたりとかするんですよ。で、何かって言ったら、一応片目つぶってますんで、少し少なからずの脳はちょっと休まるとかいう話。はい、何かって言ったら、レオンってご存知ね、ジャンレノの映画なんですけど、あの人が夜寝るときに壁にもたれかかって片目つぶって休んでるっていうシーンがあるんですよ。はい、あれいつ敵が来ても対応できるようにということで、一応仮眠状態ではあるらしいんですよね。はい、だからちょっとこう片目つぶってこう横になってたら多分目つぶると思うんですけど、片目をつぶってなるとね、まあ、仕事中とか特にこう片目をつぶってちょっとこう作業してみたりとかすると、まあ運転系はダメですよ、危ないからですね。はい、なんかちょっとこう事務職だとか作業系の方とかであれば、片目つぶってちょっとこう脳を休ませるとかってね、いうことをすると、なんかいいんじゃないかなとかって思うんですけどですね。はい、置き換えですね。何にしても置き換え。ダイエットも置き換えてあるじゃないですか。まあ、それと同じで、はい。置き換えるものを変え、ね、ちょっと変えていったらどうですか？はい。チョコレートじゃなくて、なんかちょっとこう、甘めの、なんか、あれじゃないですか。脂肪分が少ないやつとか、ね。なんかそういうのを探してやるといいんじゃなかろうかなとかって思うんですけどですね。はい。最近も健康志向のなんか話ばっかりしていますよね。はい。結局自分がそういう風に目に合わないとそういう感じにならないというね。まあ、不思議とアンテナそういうの張ったらそういうのが入ってくるね、情報がね。ああ、ほんとそう思いますよ。ただ前向きにね、生きていければなとかって思うんですけどね。はい。で、最後にですね、バンキシャの吉野さんとか、ワイ太郎さんって言ってね、この前演芸やろうぜのメンバーたちですね。はい、ランニング、走ることが今ちょっとね、広がりつつあるんですけど、
今日から走るぜみたいな、まず歩きからだとか言ってね、ワイタロさん書いてもらいましたけど、ブランドで HOKA ホカっていうんですかね、こういうメーカーの靴があるやなと思って、ちょっとちらっとググってみましたら、アメリカのブランドなんですね。で、いろいろランニングシューズじゃなくても他にもいろいろ、靴があったりとか、しておりました。いくらぐらいするんだろうねと思ってちらっと見たらもう2万3万、うわーって、いいやつなんやと。なんかね、もうちょっとお気楽な靴ないのとか。でもどうしても形から入っていきますからですね。そこはもうしょうがないところもあるでしょうね。それを買ってテンション上げて、やっていくっていうことなんでしょうけどですね。ちょっと走ったりするのはちょっとまだ先かなとか思ったりしておりますけど、始めなきゃ何も始まりませんしね。行動を起こしてですね、なんかできればなと、常々思っとるパキポキでございました。明日は金曜日ということで、皆さんあと1日頑張りましょうか。頑張りましたらまたお休み土日とやってまいりますので、皆さん、引き続きザマミロですね、頑張っていただければと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。テッケリジー。